さあ今日も撮っていきたいと思いますね。えー、この YouTube ソロ版チャンネルでは皆様のお声で YouTube 側から、えー、CM、広告をつけていただいております、えー。たまった金額に関してはですね、全国のソロ版山学賞している仲間たちをお配りできればなというふうに思っております。えー、直近ではですね、ゴリ先生の q u カード、q、え、u、ー、カードを作りましたんで、それを配ったイベントなんかもやりましたんでね、また随時いろんなイベントやっていきますんでね、えー、こんな感じではい。 あのでまた、このデザインですね、えー、今話題の、えー、NFT、えー、メタバース、えー、あちらの方でですね、あのちょっと出していきたいなっていうのも考えておりますんでね、えー、また。 そちらの勉強のためにですね、えー、このチャンネル、チャンネル登録しておいてくれると嬉しいです。またそういうような考えにですね、賛同していただけ,いただける方も、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。さあ、今日のテーマですね、えー、誕生おせっかいごリ先生ということでお話ししていきたいと思います、えー。中学生、中学生のですね、数学のちょっと授業にですね、えー、中学生からちょっと言われたことがあったんですけど、あの、 ゴリ先生、おせっかいなんだよって言われたんですね。<laughs> 中学生の女の子から。はい。あのー、で、そこでこう、あ、ちょっと気づかされたというかですね。あのー、ゴリ先生、結構生徒のみんなから本当に学ばさせてもらうんですね。えー、生徒の何気ない一言一言がものすごい実は、えー、ヒントが隠されてるというふうに思ってまして、えー、なるべく、 生徒が発する言葉というのは聞き,な聞き逃さないようにしてるんですけど、えー、その中学生の女の子からですね、えー、ゴリ先生、おせっかいなんだよって言われてですね、<laughs> あの、まあまあ、まあ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  <laughs> って言いながらですね、あの、そう、えー、ゴリ先生ですね、まあ、あの、おせっかいでどんどん行こうと、えー、いうふうに思っております。あの、 例えば、生徒は悩んでる、えー、いろんなことに悩んでる生徒がいたらですね、えー、そっとしておく、そっとしておくのも大事だとは思うんですけども、ただ、えー、そっとしておいて、時間が経てば、えー、解決するものとですね、えー、そうじゃないものもやっぱりあるんじゃないかなと思うんですよね。えー、明らかに、あのー、例えば様子がちょっと落ち込んでるな、えー、そういう子に関してはですね、あの、 時間をかけてでも、えー、理由をしっかり、えー、聞き出すようにしていきたいな、まあ、当然、あのー、急いでね、焦って、えー、聞き出すっていうことは当然しないんですけども、ただ、じっくりじっくり、あのー、しっかり、えー、自分からですね、えー、話せるタイミングが来るようにですね、えー、なんとか、えー、お話してもらえるように、えー、突っ込んでいければなというふうに思います。 はい、でやっぱり今あの、小中学生ですね、非常にあのコロナ禍で,です、ねえー、学校生活、大変だと思います。で、えー、いろんな悩みを抱えてると思うんですね、で当然、自分だけで抱え込むとです、ね、なかなか大変だと思いますんで、本当に、えー、人に話すことによってです、ね、結構、えー 楽になったりとかですね、えー、泣いたりするだけで、えー、結構心の負担というのはあのー、少なくなるっていう話もしっかりありますんでね、まあそういう意味でですね、あのー、どん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 、えー、おせっかい、おせっかいで、えー、おせっかいな先生で行こうと、えー、決めましたんで、ちょっと動画にさせていただきました。はい、えー、最後までご覧いただいた方ありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。 ズームを利用してごリ先生と何でもお悩み相談ができます興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください